はい、どうも、氷漬けのテッシーです。エドワーですね。氷漬けの幻獣は無事か？それにしても生きているようでござるな。まさか。ちょっと主役のバナンとかはどこ行った？ティナ、どうした？いや、バナン気になるな。バナンもいてもらわないと。まあまあ、おおおお、セリスが、優しいセリス。いやーと、ちょっと様子がおかしいと。うわー、やばい。ガウ、余裕すぎるガウ。俺ちゃんとやってる。でもちょっと崖から落ちそうな役やってやってる感が。ガウいいね。こんなのもう野生児だからね、楽勝なんですよね、ガウにとっては。どんだけガウピックアップするんだと。みんな他ちょっとエドガードがもうやばそうだしね。でもガウは余裕。はい、ストーリーいきましょう。幻獣とティナが反応しているのか。おお。お、これは第1回目でしたっけと同じですね。何この感覚。え、今なんて。ねえ、教えて。私は誰、誰なの。ティナ、幻獣と反応するというの。ティナ、幻獣から離れろ。まあまあ、とりあえずもう落ち着こうと。でもなんか反応が起きてますね。で、おーおーおお、変身しましたね。ちょ、みんなびっくりっすよね、これ。あれみたいな。ちょっと様子違くねみたいな。って思って。これ放置されたみんなね、バナンとかにどうやって報告するんだろうね。やっべ、飛んでっちまったって戻ってこねえぞと。幻獣守ったのはいいものの、と。おーおー、ティナが飛んでると。せっかく守って、よし、こっからちゃんとね、ティナと幻獣の真相を突き詰めて、こっからやりますぜっていうところで、一番重要なもんなくしたみたいなね。ちょっとうまい例えがよくわかんないですけど、仕事とかでこれあれば大丈夫みたいな感じで、そのこれがなくなった状態からみたいなね。ということで、まあすごい現象が起きて、みんなちょっとね、ダメージも負ったと。まあケフカ戦とかもありましたしね。どちらかというとヘルズハーレーの方がやばかったっすけどね。セリス死んじゃいましたからね。う、気がついた。わあ、セリス優しいな。ブルーと。ティナは。でも第一言目がティナ。ちょっとがっかり。そこじゃねえよみたいな。何かに変身してそのままどこかへ行ってしまった。あれはまるで。あれはまるで幻獣のようだった。これもね、深いんすよね。ロックが起きて一言目にティナはって言って、ん？ちょっと私を見てみたいな。でも、ちょっとまあ言わないで遠回しに、あれはまるで幻獣のようだったっていうね。ちょっとね、裏からディスってるみたいな感じでね、深いっすよね。私たちと違うのみたいな感じでね。ロック、気がついたか。ん？なんかあった？みたいな。ティナに何かが起きた。幻獣とティナには何か関係があるのか。ともかく、ティナを助け出そう。目撃した者の情報によれば、フェガルの西へものすごいスピードで飛んでいったらしい。ほうほうほう。おお、みんなこっちに。俺だけ起きてなかったみたい。ロックだけ起きてなかったっていう。早く行こう。俺は守ると約束したんだ。ロック。ほら、また、セリス、ここよね。またね、ちょっとね。まあ、待て。帝国はまた、このナルシェの幻獣を狙ってくるかもしれん。バナン様の護衛も必要だ。確かに。タコにやられたらたまったもんじゃねえですからね。
元帝国の兵士だが、あの娘は助け出さねばならないでござる。いや、カイエンもかっこいいね。もうやられた帝国だけどもみたいなね、断腸の思いで戦ってるからね、全然戦わせてあげなかったけどね。二手に分かれてティナを助けに行こう。残ったメンバーはナルシェを守る。フィガロ城を使えば西の地へ行くことができる。多分コーディンゲンかジドールに何か手がかりがあるはずだ。コーディンゲン、お、あれ、これ全員誰でも行ける感じですか。じゃあまあまあ全員行けるもんは行きましょう。まあロックはね、助けるって言ったから行かないとね。で、ちょっとロック探しに行かせるのみたいな、私も行くみたいなこと絶対言うからね、今日連れてってあげると。でなあ、かい、うん、やっぱエドが大きいんすよね、いるとね。でもどうしよう、ガウ連れていくか。みんなちょっとまんべんなく使っていきたい、あげたい。てかガウのね、やっぱ一番いいところは暴れる、何にもしなくていいっていうところだから。あとカイエンかな。文句、マッシュな。マッシュいいんすけどね。いやでも大丈夫かな、この4人。ちょっと不安なんだけど、火力にちょっと不安あり。いやちょっと自分の心には正直に行こう。ちょっと怖いからね。よし、これで行こう。 OK。 ガウ、よし、バンダナ、ティーナのバンダナかな。おお、ダッシュシューズ戻ってるね。ちょっとね、ダッシュシューズね、ダッシュシューズか、ちょっといいんすけど、なんか今まで普通に来てたから、なんか違う気がする。ブラックベルトで安らぎの指輪でいいんじゃない。誰、玉の鈴、あれ、ダッシュシューズね。スナイパーかな。ちょっとね、やっぱスピード大事やけど、その5までも歩きで来たから、歩きで行こうかなと。よし、これで行こう。やっぱりのんびりね、そんな急がないで行こう。まあ今のね、現代はすごい、なんていうか、スピードだけれども、やっぱりのんびりね、こう、まあゲームの実況とかね見ながら、まあお酒じゃなくても、なんか食べ物、まあおつまみとかチョコとかね、ポテトチップスとか食べながらね、ゆっくり行きやしょうやと。大事よ、そういうのんびりする時間。お、久々に聞いたな、なんかこれちょっと聞きましょうか。そののんびりした時間、結構その昔の漫画とか、昔っつってもまあコナンとか読んでるんですけど、もう最近の話の内容が記憶に残らないんで、もう何回も最新刊のやつとか何回も読まないと分かんなくなっちゃう。まあ何が言いたいかというと、でもそういう時間って自分の時間がまあ取られるわけですよ、当然。まあこのゲーム実況、まあ実況の動画とかって一回ここで撮って YouTube にアップすれば、もう一生、まあ、YouTube がなくならない限り一生自分が勝手に喋ってくれてるわけじゃないです か。 だから自分何にもしなくても動画として残って、まあ、誰かが見てくれる、そういう状態にある。だ、放置してても見てくれると。で、漫画読むとか、まあ、当たり前ですけど、まあ、ゲームのアプリでもいいですよ。そういうのって自分が行動しないと、なんていうか進まないというか残らない、経験できないことじゃないですか。で、そこでコーディング、そこでその、なんていうか、その時間
をもったいないからって言ってなんかパッパッパッってそそくさ急くさ終わらすんじゃなくて、没頭する、ちゃんと没頭して、ああよかった、この時間ちゃんと没頭できたなっていうのが大事なのかなと。何の話してた、何の話からこの話になったんでしょうっけ。まあ高林源村の前に来ましたけれども、その没頭する時間、いやマジで何の話、あゆっくりゆっくり行きましょうや、ダッシューズからの話か、そのゆっくり行きましょうということか。まあ、あんまりゆっくり遅い早いは関係ないんですけれども、何かに没頭する時間ってのはすんごい大事よっていうことです。この前光の怪物が村に飛び込んできたんだ、怖かった、南のジドルの方へ飛んでいったよ。なるほど、パブジドル、お、シャドウお前何してた、あ、かわいい、また会ったな、俺に構うな。あーそっか、これ3人にしてくればシャドウが仲間になるのかっていうことっすよね。すいません、まあでも一緒に飲もうかなって思って。ガンムシ、そこの客には話しかけない方がいい、殺し屋だぜそういうお前も背を向けて飲んでるっていうね、怖くないのか、このお客さんも人が悪いよ、あそこの客が殺し屋だなんて言うんだよまあオーナーとしてはそう言うしかないよね結構行きつけになってんのかな、シャドウの、また来てくれたみたいなね。いいね、シャドウの曲もいいよね。わしの弟は変わりもんでな、コロシアムを作るんだとか言って、北の地に一人で住んでるよと。ほうほうほう、お、おいらの家が光の怪物がやってきてボロボロにされちまったティーナー、ティーナー、やばいぜ。あれ、おやロックかい、レイチェルの家には行ったかい。おお、ということで降臨源はロックのゆかりの地でしょうか。ジドールの南にあるオペラ座に行くのが私の夢なの。目いっぱいおしゃれして、できたら素敵な彼と、いいじゃない、夢があって素晴らしい。武器防具ということで、結構高えなエーテルバンバン買えますからって、結構高えのね。武器防具もまあまあ揃いつつあるね、強いのが。ガウなんか買ってあげたいな。お、チェーンフレイルいいじゃない。でもこれ魔風剣使えなくなる。あ、炎月炎来た、これよこれ。後列からも同等の攻撃ができますと、これいこう、これ。あー、あとそうか、これね、シャドウね手裏剣めっちゃ買ってあげたんで、使ってないっていう。ちゃっかりシャドウいるし、しかも下真ん中ど真ん中にいるしちゃっかりレギュラーになろうとしてるっていうの、いいね。まあまあ、じゃあ防具かな。このね、やっぱ RPG といえばね、この防具ですよ。おシールドが装備できんだ、防具ですよじゃない、武器防具。この買い物がね、まあ楽しい一つですよ、毎回言ってますけど。下がる、アイアンヘルム、これ2つ3つか、 OK 買ってあげて、まあ1個だと。よし、いいね。おお、一気に変わった、エドか。お前ソードあんまいらねえだろっていうかな、まあいいや。よし、これで後列から攻撃できると。あれ、ミスリルは、あれミスリル、ちょっと待って、ミスリルシールドは、あれ買ってあげなかったっけ、足りなかった、お、足りなかったか、 OK、 エーテル1個しか買えなくなったわ。よし、完璧ですね。ちょっと待って、売ってあげよう。
ダガーなんかいらないっすから。あの投げるようにもね、取っておくっていうのも一つの手ですけど、まあ援護所も一ギル、まあちょっと取っといてあげよう。こういうとこがちょっと貧乏症っていうんですかね。ミスリ、まあレザーまあこれいらねえだろうと。ソードもいらん、エアーもいらん、風の属性、おエーテルターボあるじゃん。カワボウもとりあえずいらんと。バックラーももういらんだろ、バックラー。モメンもいらん。ラージもいらん。もう現地調達しよう。現地調達。で、まあ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 。いらないかな。大丈夫かな。アッシュ。買ったっけなんか。開演。で、整頓ですね。エーテル1個か。ちょっと買っといてあげよう。よし、行こう。で、ああ、ここか。そこに見える家は、昔レイチェルという娘が住んでいた。今はもう誰もいないかな。あ、来ましたね。ロック。俺はあいつを守ってやれなかった。これまた切ない曲が。ロック、今日のトレジャーハンティングは何なの？もうすぐお前の、ちょっと照れた感じかな。この山にはすごいお宝が眠っている。そいつを見つけ出す。ちょっと地震が起きて、ロック危ない。でレイチェルが身代わりになって、レイチェル、すぐ追っていったけれどもと。レイチェル、気がついたか。様子がおかしい。え、何も思い出せない。記憶喪失ですね。出て行け。お前のせいで娘は記憶喪失になったんだぞ。待ってくれ、俺とレイチェルで話を。出て行って。あなたが誰かは知らないけれど、あなたが来ると家族みんなが辛い顔をするの。これは辛いわー、ロックなー。でちょっとロックが待ってるけど、お前さんはレイチェルのそばにいない方がいいんだよ。あの娘はまた新しい人生を見つけるさ、ロック。お前がいたらそれさえもできやしないんだぜ、というね、一つの意見。もちろんこれも正しいとか間違ってるとかじゃないね、ことだからね。あれから1年後、俺がここに戻った時、レイチェルは帝国の攻撃によってこの世からいなくなっていた。死ぬ直前に記憶が戻ったという。俺の名を呼んで。俺はあの時レイチェルのそばを離れるべきじゃなかった。俺はあいつを守ってやれなかった。何も言わない、いや無音か、無音か。ここはまあでもその当時のまんまということですね。そういう過去がロックにあったと。レイチェルは死ぬ直前に記憶が戻ったんじゃ。その時言ってたことがある。ほう。ロックという人が帰ってきたら愛していると伝えてほしいとな。まあ運命というかね、悲しき運命ですね。
村の東の端の家には行かない方がいい。変なじいさんが毎日うさんくさい薬をいじり回しているんだ。何でも地下には幽霊がいるとか。え、そんなんありましたっけ、ここ地下に幽霊がいる。あ、そうかそうかそうか、そういうことっす、そういうことっす。綺麗な光がやってきたの。みんな怖がってたけど、私はあれ好き。子供にはわかるんですよね。本当に怪物だったのかしら。この子の目の前でピタッと止まって、あの時とても優しい目をしてた。ほー、ティナいいじゃない、ティナちゃん。ここですね。お、これは裏から行けますね。で、レイチェルがいると。おお、ロックかい、久しぶりだ久しぶりだ。え、あれかい、心配しなさんな、あんたの宝物は大事に大事にとってありますよ、ケッケッケッと。いやー、まあまあこいつはちょっと頭おかしいんですけど、まあなんちゅうか、まあ、研究者でコミュ障みたいな感じ。あー、なるほどね。あの時偶然できた霊の薬で、この娘は永遠に年を取らずにこの姿のままケッケッケと。ロックの頼み、あ、ロックたっての頼みとあっちゃねえ、薬を使わないわけにはいかないもんねえと。だ、ロックは何としてもレイチェルをねっていう。レイチェル、これは帝国の攻撃を受けた後ですね。本当にその薬は効くんだな。もちろんもちろん、あんたの大事な人の亡骸はこのまんまの姿で永遠に永遠に保存されますせと。まあこのジージーとしては、まあ薬の効果を試したいっていうことですよね。もしさまよえる魂を呼び戻すことができるのならば。まあロックもロックで、これは本当はやっちゃいけない倫理の問題ですよね。魂を呼び戻すという幻の秘宝のことですかい。確かにそれがあれば生き返るかもしれないねと。まあゲーム内だからこういう設定ができると、設定もできると。あ、おっつ、おっと、セリスが戻ってくると。ロックっていうね、最初はそのセリスとしてもロックに助けられたっていうことだけだったけれども、やっぱりその幻の幻獣の戦いとかでいろいろ知っていくと。絶対ここ入れる。よし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 。おお、グリーンベレー、いいね。OK。いろいろ知って、その、なんていうかね、深い事情があると、みんなそれぞれね。そこらへん、そこがやっぱり素晴らしいかなと、FF6 のいいところだと思うんですよね。各キャラがそれぞれ。事情を持ちつつも一つのことに向かって突き進むっていうのがね。ブラッドファング、まあなんていうか、これどういつも何、マドアーマーか、マドアーマーでよかったんでしたっけ。暴れるわ、プロテスかかってるし、違うね。こういうのがいいんすよね。で、勝手に行動してくれるから。で、ジドールですか。いきましょう。バルチャー。マドアーマーってありましたよね。これでいこう。バルチャー。いいねー。魔導レーザーとかやってくんねえかな。シャムシ、あ、これやばいやつ。シャムシールは HP 半分。かな。
確かね、そんな感じがしますね。あのエーテル買ったんですけど、いらねえかな。この地図ですともうちょっとで行けそうですもんね、そのジドールとやらに。ブラッドファング先制攻撃。でも敵じゃないっすね、ザコ。本当にまあ、サクサク進める、素晴らしいですね。本当にこれ素晴らしいわ。ファミコンと比べるとめちゃめちゃやりやすい。そこのバランスの良さもその名作って言われるうちのね一部だと思うんですよ。進めやすいっていうのも。あれ、この右じゃないの、もうちょっと下。ブレインシュガー、ちょっと美味しそうちょっと美味しそうで、もうこれこそオートボーガンのカモですよね。でも何気に HP はちょいちょいあるっていう、ちゃんと一発二発当てないと倒れないっていうね。オッケー、ナイス、ナイスです。それでここかな。おお、挟み撃ち。挟み撃ちっていうのはこっちがやられた時だけのことを言うのか、もしかすると先制攻撃しか書かれてないですよね。まあ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 、挟み撃ちに変わりないですからね。オッケー、こっち、あったあった、ありました。そうしましたらこの戦闘を終わりましたら、次の動画に移動したいと思います。してください、します。モーター、お、もうそうか、モータードライブさん格好随分違いますね。5と、5はなんか上半身を後ろに引いた感じでしたけど、はい、ということで今回はここまでで、次回このジドールの街の探索をしたいと思います。一回出ますか、なんで出るの、ちょっと曲では次回もよろしくお願いいたします。テッシーでした。